はいどうも、ここから歩かなくちゃいけないのかな。そんな感じですな。ここから行っちゃあかんのこれ。あ、もうちょっと直進してもらった感じかな。駐車場、あ、トイレある。トイレあれ、うん、ラッキー。トイレか。トイレ、地図にトイレは出ねえんだ。あ、トイレだ、トイレだ、やったトイレがあった。電気ついてる、ついてないよ。ついてない。ギャース。そう、ちょっと行ってくるね。おい、はい、こんにちは。はい、こんにちは。ていうか、こんばんはです。こんばんはです。じいちゃんはんのかっちゃんです。むいです。急な自己紹介にはビビった。えっていう久しぶりに名乗った気がする。そう、字幕で入れてるけど、なんか名乗り言ったの久しぶりな気がする。はい、じゃあ今日はどこでしたっけ。ここ愛知県、愛知県犬山市の、犬山市、さっきも犬山市だったね。うん、今日は近場がいいって言ったのあなたでしょ。いやだってさ、外も寒いけど財布も寒いもん。財布は清潔なダイエットをしてるから。そうそう、生産違う。ダイエットしてて過労死しとるね。もう休ませてと。もうこれ以上持ってかないでって言われたでさ。スカンピンもいいとこなんだよな。本当本当、もうね、旧本坂トンネルの前に、うん、あの浅間神社ってあったじゃないですか。ああ、ありましたありました。あの浅いっていう感じに、うん、間の間で浅間神社、行った行った行った、道に迷ったとこやね。山の中で迷ったんすよ。あんなとこでね、二人でさ、迷子になっちゃったんすよ。山の中で迷子になった話はやめるんだ。あれ笑いたいよね。でもあれナビ使えなかった、俺らどうしちゃったんだろうと思うな。山を降りたと思ったらこっちこっちって違う方向行くし、見たことねえとこに降りましたね。そしたらね、狭間神社のね、鳥居からかなり下に降りてたんだよね、俺たち。そう、降りたとこ全然違うって。うん、10分ぐらい登りました、また足で。で、ここ、あの、また大宮浅間神社っていう名前なんだけど、浅間、その浅間が、よ、浅間っていうその漢字同じなんですよ。あ、マジで。はい、浅いに間、それで浅間って読めるんだ。そう、浅間、もしかしたら同じ系列、山の上にあるっぽいし、階段あるっぽいし。ああ、こっちでね、子会社。分社って言わない。分社って言わない。参加。まあ、なんていうの、向こうほどやっぱりこっちは心霊そんな強い印象はなくって、あ、まあ向こうは首刈りネタ、首刈り神社っていう名前があってね、だいぶおっかないエピソードでついた、こっち腕刈りかもしれん。ある意味首よりも困るのでは、持ってかれたら。で、ここもまたあれ、体験談はそんなすごいのはないっす。あの、あ、そうなんだ。女の子の霊を見たという体験談がある。あ、まあ、で、次の文章が正直、うん、えって思って、うん、どのような経緯で女の子の霊が出るようになったかは不明だが、うんうん、神社やお寺などは場所によって霊が集まりやすいところもあり、もしかしたら浮遊霊なのかもしれない。へー、女の子の霊って大体みんなさ、あっちこっちでも聞くけど、大体女の子か女性だよね。そうですね、割と唯一珍しいのはライダースーツ。いや、でもあの、さっき言って言っちゃダメだけど、あのイルカ池、せやろ。あの、うん、イルカ池、イルカ池もあの、要はあの、女の子の霊が出るっていうのが一番有名であって、うん、他にもいろんな霊がいるはいるんですよ。じゃあ今から探索してみますか。はい、探索していきましょう。またここもなんか階段があったりするらしいので頑張って登るんか。皆さん、何やった、浅間神社、浅間神社、浅間してみます。行きましょう。どうもありがとうございます。もはや現れている。え、もう。あ、俺、そうや、やべえ。ん？いや、フード取ってこ、耳塞がるから聞こえる。
音ちゃんと拾ってくる、多分取れると思う。音が取れるってもうそんな歓迎されてる感じ。さあ、ここが何だっけ、終わり富士大宮浅間神社。見えねえ。はい、いて、つまずいた。足でつまずいたらなんか縁起悪いな。はい、では皆さん、いつもだけ進みましょう。ここも神社じゃないの？思いっきり工事中。要はここも神社なんですけど、これ違うの？全体像がないのかな。地図ねえよ。この花咲夜姫、また有名な神様もすっとんね。ここはここで何これ。この花咲夜姫の御事。うん、この花咲夜姫っていう神様。下噛みそうな名前だな。急いどる時この人の名前呼ぶの大変だな。はい、早口言葉で3回言ってみよう。この花咲夜姫ってなっちゃうやん、これ。神様に対するなんて扱い。で、何ここ。終わり富士だよ。なんか誰か来てる。じゃあ、なんか登りたくないけど行こうか。いや、もうまあまあまあ、内宮まで行くんだったら。内宮なの？行くんだったら20分、30分の山道。げえ、マジか。さあ、じゃあここ登ってきゃいいの？はい、多分。道なんか知らないよ。道に迷わない、私また。大丈夫、携帯の充電ちゃんとあるから。そういう問題じゃねえ。匂いが変わった。おっと、いい匂い？違う。線香の匂いがする。こっからもうあれか。本当だ、線香の匂いする。するやろう。うん、やばいな、こっからもう違う世界に入るの。おっと、さあ、ちょっと皆さん、ちょっとね、狭いよ。自分でライトつけなさいよ、ヘッドライト。だよね。あ、右側右側から、感じ。あ、ちゃんとなんか反応はありますか。すごいっすな。大きいオーブから全然取れねえんですけど。大きいオーブが一人いらっしゃいましたか。出迎えてくれたんだけどな。後ろついてきてる感じ。そうだね。また俺が記念写真撮ってこう。また俺があれなんだよな。右側だけ気にしといた方がいいよ。こっち側。なんでこれ触ってもいないのか。
くの早いですよ。よいしょ。さあ、ちょっとね、ほんと右側だけから若干なんですけど、小さな女の子の声が聞こえるんですよ。今のキャーみたいな声は何？聞こえた？音みたいな、うん、うん、ワンチャン鹿かなと期待しております。いや、鹿の鳴き方じゃねえな、これ。あ、シトール、まだ誰か。さっきの2つに聞けばと。シトールじゃねえか、まだ。さあ、いや、今日はすごいな、ずっと右側の気になってしゃあねえ。ほうほうほう。こっちじゃないかな。右？うん。いいか、やっぱし。あれ、見えてる。え、こんなとこ来てくるよ。結構見えんじゃん。ほら。違うっぽい？知らないよ。これ人が来とるようなタイプ見えるこの草。もう行くね、道ねえぞ。あれ？ここが一番怪しいな、俺の中では。ほう、わかりやすくて素敵。なんだろう、ここが一番怖いよ、俺登ってきたの。さっきのなんか右注意しとけってこの辺りのこと？じゃあ。だな。おっと。なんか。なんだろう、今。なんだろう、まあ、ただもう。モニター動いてねえの、モニターが。さっきの光が映らない。なんで？あれ、さっきの光が映らない。何の光？ここに反射鏡みたいにちょっと明るい光が映ってる。だけど2回目がないってことは。おっと、色濃いのがいるな。こんなんやろ、やべえ。撤退？いや、でも進みたいなとこ。何やろ。え、ちょっとムイ君、前に来て映像撮って。あの銀のドラム缶ぐらいのとこまで行って大丈夫ですか？あの目的地としては。俺別に何も感じないな。今なんかカーテンぐらいの壁を感じたな、なんか。なんかカーテンぐらいの壁を感じた気がする、気のせいかな。何やろ、ここ。ん？ちょっと待って。これ以上前に進もうという、あれがどうなの？あれ？あ、ちげえわこれ。あ、ちげえわこれ。あれ、でもここ、行き止まりですよね、パッと見。あ。5つの霊気が感じる。何やろう、外人墓地でさ、3つなのに。5つだぞ。1体、2体、こことここにおるような感じ。1体、2体、上に3、1体、1体、1体ごと。ライトが分かんねえ、多分。で、さっきのやつがダメみたい。
何やこれ、ここからなんだよな。あ、でもそのあたりからカーテン感じたわ。あのカーテンにそのまま直進した時のような変な、なんかまあいいや、ここ頭にしよう。行き止まりだろう多分。まあどの道行き止まりなので、そうですね、定点カメラを置くのはここかなぐらいには。多分な、ここに置いとこう。で、どこ登るのこれ。多分ここだ、俺が右側気になったね。うん、なんかこの帰り道なんか気持ち全然違うもん、やっぱりこれ13号、14号で始まったもん、あの撤退した時。あこっちだったな。え、さっきのナビ何やったのって。分かんない、途中からナビが死んでるから。あれだいぶ離れてってるな。大丈夫かこれ。やっぱりこれ昼間来て調べた方がいいぞ。そうですな、昼間来ましょう。ちょっとやばいぞ、こう